大阪総合芸能界引退をかけたラジオ生放送を終えたところから、相方の玉木くんは無事なのだろうか。涙のシミ。あ、総合さんだ。ラジオ聞いたよ。嫌いなんて言わないで。私たちは総合さんが大好きだよ。自分のことが嫌いだった、そんな人生だったみたいな話を言っていたんだけれども、まあ過去形だからね。私トリガーのファンです。トリガーのこと話してくれてありがとう。いや、トリガーの楽曲かけるとは思わなかった。スタッフ大慌てだったと思うけどね。みんなが黙り込んでる中、声を上げてくれてありがとう。わかった、わかりましたから。夜遅いからね。いや、このスタッフさんが優しいよね。総合さん、泣かないで。すみません、ありがとうございます。みんなありがとう。いや、これだけファンの心を動かしてるわけで、総司会長、お父様にどのくらい響いたかね。ほら、タクシー来たよ。あれ、呼んだ会社と違うな。キャー、玉木だ。玉木だ。いや、大丈夫だったの？拘束されていたはずでは。玉木くんが乗ってる。ごめん、ちょっと通して。お、無事の様子。玉木、ラジオ聞いてた？総合さん泣いてたんだよ。聞いてた。玉木くん、メッツォ大好きだよ。ああ、玉木くん、大阪家の使用人とか見張りとかついてきてない？本当だ。無事な感じだね。あんた、ちゃんと泣けんじゃん。感情をこうやって表に出せるようになりました。これは真逆の玉木くんと、まあ、近づいてきてっていうところもね、あって、その成長の物語でもあるよね。なかなかこうやってさらけ出せるようなキャラクターではなかったっていうところ。総合さん、玉木くん、総合さん泣かさないで。いいんだよ、ちょっとくらい。ほら、行こうよ。そして玉木くんは総ちゃんから影響を受けて、こういうところしっかりするようになってね。言えば、けず、人前で余計なこと言えな。いや、役割逆転してんのたまんないな。喧嘩してる？してない、大丈夫な。はい、それはそう。みんなありがとう、バイバイ。いや、こうやってファンサもできるようになってね。いや、一番初期の頃を思うとね、ファンサなんてっていうところからスタートしていたことを思うと、大丈夫だよね。メッツは仲良しだよね。仲良しじゃねえよ。でも一緒にやっていくよ。これ不仲説流れない？誤解生まない？そうちゃんの作った歌、俺歌うよ。明日はまた喧嘩するだろうけど、明後日は仲直りするよ。いや、このリアルな感じを伝えていく。だからみんな、俺たちの続き見ててよ。プツッと糸が切れちまわないように、みんなが教えてよ。いや、なんか玉木くんって打算的ではないけれども、こうやってファン心理をつかむやり方が上手というかね、不安定なものの方がみんなが支えたくなるみたいなところ、うまくやれてるよね。俺たちは大丈夫だって。ファンあってこその大丈夫っていうところもね。父さんは、まあ、とりあえずそのファンと、まあ、別れてというかね、離れてこの話。次に来るとき印鑑持ってこいって。なんか書類を。いや、何の書類、それが重要。婚姻届かな。いや、誰と、ヒロインと。話こじれちゃう。書類って、ああ、そうだ、借用書。よかった、思い出してくれて。
おじさんラジオ聞いて貸してくれる気になったって。7000万と FSC ホール、なかなか。そして条件は大丈夫なのかな？海外飛ばされちゃう？隔離されちゃう？な？大きな声で言ってよかったろ。あ、でもその話をしてこないっていうことはその条件はなくっていうことかな。ああ、もう泣くなって。ハンカチないから袖で拭いていい？醤油の染みついてっけど。いや汚な、洗濯しろ。いや7000万あるしクリーニング出せ。玉木くん、いやでもこの雑なところも含めて荒削りなところが玉木くんの良さだし、まあそれが良いものとして描かれてるこのストーリーが素敵だよね。うん、ありがとう。ごめんなさいじゃなくてありがとうって言った。いやメッツォの様子を見てると、まあ何かと玉木くんの成長の物語っていう風にも見えるんだけれども、そうちゃんの成長が見られる瞬間。ざまあみろ、俺のおかげだぞ、感謝しろよな。ざまあみろっていうの泉遥香くん以外で聞けるとは、いいセリフ。してるよ、いつも。うん、思いをこうやって伝えられるようになったよね。君がいてくれてよかった。いやこうやって自分の思いを言語化してそれを相手に伝えるってなかなかね、簡単なようでできないからね。な、7000万？ FSC ホールも抑えられたの？あ、ちょっと一部はクリーニング代に使わせてもらいたいんですけどね。まあトリガーさんのためにという7000万と FSC ホール。はい、出所は内密でお願いします。ありがとう、ラジオ聞いてたよ、嬉しかった。まあ、他方面から見てヒヤヒヤするところはあったかもしれないけどね。お恥ずかしいです。ですが厳しい問題もありまして、僕の個人名義で借りているんですけど。親子間の貸し借り。興行の翌々月までに返さないと毎月 3% の金利が発生するんです。つまり、うん、まあこれ親子間とはいえお金の貸し借りで契約書を作るっていうのは結構重要でさ、ましてや7000万円の規模ともなると総支会長の就活としての生前贈与、まあ、その贈与税を回避するための節税としての貸し付けのような贈与なのではないかというのが国税から疑われちゃうと思うし、この辺をきっちりしたいっていうのも大阪家らしい教育ではあるのかなっていう、まあ、なかなか20歳そこそこの子供にはまだ伝えないであろう親心が詰まっているように思うんだよね。まあそんな目線でアイナナ見てるやつ俺だけ説浮上しそうだけれども、大人のアイナナみんなのことも巻き込みます。満員御礼で成功しろってことだろ。大丈夫だ、任せておけ。お、頼りになるねリーダー。いやでもこの 3% っていうね利子の部分も年間110万円超えるとそこに贈与税かかったりするから、まあここも一発で成功させてほしいところだね。お前らの気持ちを無駄にしたりしない。こんだけ税金の話するっていう実況ありなのかなっていうところはあるけれども、よろしくお願いします。家族と話せた？うん、まあここが本題だよね。はい、玉木くんが力になってくれて。うん、いやなんか不安定な付き添い人ではあったと思うんだけれども、感動が解けたわけではありませんが、少しずつこれからも話していければと思っています。まあひとまず海外隔離の話はなくなったわけだからね。そうか、よかった、相互くんの顔が明るくなった気がするよ。まあ龍兄貴のこの家族論っていうところ、押し付けんなよって思いを抱く方もいらっしゃるとは思うんだけれども、まあこれがいい方向に転がるといいよね。ありがとうございます、ご心配をおかけしてすみませんでした。まあ人生時にそういう強引な人間がいる方が好転することもあるからね。でも日程がギリギリね、スタッフを雇って手配して、ライブ構成や舞台演出も練らなきゃ。いやマネージャー業も大変、これから忙しくなるわよ。でもワクワクしちゃう。今まではねマネサギさんの退職金が元手になってっていうところから、スタートしてっていう、まあ、もちろんトリガーのメンバーもね貯金はあるっていう話はあったけれども、トリガーが FSC ホールでコンサート開催？さあこれに対してつくもプロダクションは、ええ、
告知サイトが立ち上がってネットを中心に情報が回っています。 FSC ホールの支配人に連絡を入れてあげるといい。トリガーに関わるとろくなことがないと。いや、 FSC グループの規模とつくもプロダクションの規模、どっちがでかいんだろうね。僕の忠告に従わないなら FSC ホールに関する嫌な噂が出回り始めるかもねって、うん、まあ、このトリガーを失墜させることによってズールを台頭させるっていうのが狙いなわけで、その脅しは効かないだろうな。冷静な目線。トラオ、 FSC ホールのバックは FSC グループだ。あんたはマスコミを使って噂をまく。だがマスコミにとって FSC はスポンサーだ。 FSC が撤退すればテレビも雑誌も大打撃を受ける。まあ、となるとやっぱり FSC の方が規模はでかいわけね。世の中金か。こんな世界は腐ってる。うん、まあ、こういう思いを抱いていて、まあ、アンチテーゼみたいなところがきっとあるんだよね。彼なりの正義みたいなところは抱えて成り上がってきてるんだろうから、まあ、その辺の掘り下げも今後あるのかもしれないけど。あんたのセリフかよ。そうね、散々ね、その金に物を言わせてっていうつくもプロダクションのやり方。大阪の家は特に一族の結束が固い。財閥が解体された後も自然に手足が頭に集まって再生されるような居住だ。子会社だからといって舐めてかかると世界中の FSC が一斉にこっちを睨んでくるぞ。いや、でもこうやって亮さんの元にブレーキ役になる人間もいるっていうところは、まあ、今後大きな要素になってくかもね。おっかないな。まあいいさ、 FSC グループがトリガーのスポンサーになったわけじゃない。仕方ない。今回の公演だけは触らぬ神にたたりなしとしておくよ。成功に一歩近づいた。ただし起死回生のチャンスなんかにはさせない。何か策があるんだろうか。どこかいいイベント会社知らない？今まで使っていたところだと予算が追いつかなくて。うん、いいところありますよ。立ち上がったばかりの企業さんなんですけど、社長が昔の知り合いなんです。おお、それはいいね。つて、本当？あ、アイドリスセブンの新しいグッズ。可愛いでしょう。よかったら持って行ってください。はあ、いらないわよ。あ、でもそうね、そこまで言われたら行為は無限にできないわよね。誰もそこまで言ってないけど。いや、無理にとは押し付けてないから。黄色だけもらってってあげるわ。黄色が好きなの。深い理由はないわよ。なぎくんファン、密かにね。キャー、トリガー、ありがとう、ありがとうございます。これはまだあれだよね、 FSC ホールじゃないよね。こんな小さいわけがない。今夜はお願いがあるんだ。まずお知らせ、急で悪いんだけど、京都の FSC ホールでライブが決まった。うん、その告知の場ね。キャー、もうあんな大きいところでできるの？京都？休み取れるかな。詳しくはサイトで。みんなにも宣伝に協力してもらえれば嬉しいです。これきっと東京で開催してるんだろうからね。トリガーはまだ歌ってるよって誰かに伝えてください。いや、ネットの声、ネットの力っていうのが試されるね。キャー、嬉しい。頑張って、頑張れトリガー。探してらっしゃった腕のいい PA さん、スケジュール空いてる方見つかりました。ももくんの友達でトリガーファンなんです。PA とは音響のこと。そしてももくん、さすが人脈広い。ありがたいわ。トリガーのコンサートも見てくれたことがある人ならなおさら。うん、そうね、イメージの共有できるよね。ところで舞台演出はどなたがされるんです？高梨さんが力になってくれるっていうから、最初は私と高梨さんでやるつもりだったの。うん、この高梨さんっていうのは社長の方じゃなくてヒロインの方かな。でも彼女も忙しいし悩んでたところだったんだけど、意外な人を捕まえることができたわ。意外な人？誰？
ゼロの舞台演出家だった人物、ホークよ。おっと、それいいのか。俺の中では姉崎薫がゼロ説っていうところあるからね。バレちゃわない？ホーク。九条高政ね。いや、姉崎さんは、まあ、俺の中では、まあ、男か女かわからない存在っていう形で変装したゼロの姿っていう風に捉えているんだけれども、この辺どうなっていくのか注目だね。いや、そんな近くで見られたらバレちゃうんじゃないの？変装した姿。さあ見ていこう。反撃開始。FSC ホールは古いが構造が丁寧で音に気を使ってある。残響時間も反射音の具合もとてもいい。お、この家に九条高政早速。いいステージになると思うよ。僕も舞台演出は久しぶりだ。楽しみにしているよ。そしてこれまた俺だけが言い続けているきなここと九条高政っていう話ね。九条高政初登場シーンからまだ引っ張るかっていうこの話、そこから見続けてくれてる視聴者さんどれだけいるんだかっていうのも配慮せずに言っていきます。ありがとうございます。うわ、そしてこの二人のこの距離大丈夫？バレちゃわない？九条さんが舞台演出をするのか。なんだってこの家であいつと姉さんが打ち合わせしてるんだ。伝説のコンビかもしれないよ。会議室がないからでしょ。僕らの舞台演出をするって九条さんが言い出すとは思わなかった。いや、これは本当にそうでね。九条10をソロデビューさせてゼロを超えるアイドルにっていう話だったにもかかわらず、まあそれを逆転させたのは九条10くんの発言だったと思うけどね。トリガーというグループが大事で、トリガーの九条10としてゼロを超えるっていう、まあそこに納得した形っていうことだよね。感慨深いよね。まあもちろんね、ゼロと同じ形で攻めてもゼロを超えることはできないからっていうのも、まあ腑に落ちるところがあったんだと思うけどね。部屋が暑いな。扇風機強にしてもらっていいかい？うわ、そして強っていう表現も影響を受けてるわけだ、天君のね。いや、九条高政も変わったっていうことだよね。ゼロに執着してきたわけだけれども、次のステップ未来に向かっているっていうところ、天君に影響を受けて。京都でトリガーのコンサートあるんだって。あれ、解散したんじゃなかったっけ。これが世間の声か。してないよ。私ちょっと行ってみたいな。チケット取れたら旅行ついでに行こうか。初めて君とドライブした時の曲トリガーだったもんな。エモい。それ私じゃない。気まず。え、これが本当のシークレットナイトだったんじゃないの。シークレットにしとこう。私じゃないけど、トップシークレットナイト。え、チケット完売って嘘でしょ。誰よ、今ならトリガーのライブ取りやすいなんて言ったの。チケット取れた。小さいところ全部落ちていたからすっごい嬉しい。まあこれまではね、小さいライブハウスでっていう感じだったから、まあやっぱり希少価値高まっていたんだろうね。ソールドアウト？へえ、まだまだ人気あんじゃん、トリガー。一連の騒動もでっち上げっていうか、黒幕がいるって噂聞いたぜ。適当な噂こいてるけどね。 FSC ホールでのトリガーのコンサート見に行きたいな。でも京都か。まあ東京からだとなかなか。最終日でしたらスケジュール調整できるかもしれません。私は姉崎さんに誘っていただいたので行くつもりです。そしてようやく登場ヒロイン高梨メアリー、単純と名付けてプレイをしております。九条さんが、ホークが演出されるステージですから、リクさんはいかがなさいますか。うん、まあこのヒロインもね、演出っていうところ興味があるというかね、まあアイドリッシュセブンのライブを手掛けていくっていうところでね、勉強になるよね。ううん、やめておく。あら、どうしたの。珍しいですね、筋金入りのブラコンのあなたが。言い方。ちょっといろいろあって、今天兄の顔見たら顔に出ちゃいそうだし。顔に出る。あ、前まではね、離れてることが不安だったんだ。家を出た天兄の気持ちや、俺にアイドルをやめろって言った天兄のことが分からなかったからさ。まあいろいろな背景が見えていなかったからっていうのもあるしね。今は違う。
天兄の目で景色を見てるように全部わかる。天兄は大勢の人に感謝してステージに登って客席を埋め尽くす光を心から尊敬しながら歌うんだ。うん、これは同業者だからわかるっていう目線ね。九条の演出も尊敬するだろうな。天兄はすごく真面目で純粋だから、プロの仕事を見たら惜しみなく敬って憧れる。あ、でもこういう冷静な目線も持てるようになって陸くんもだいぶ成長したっていうことだよね。まあ、ずっと九条高政のことは天兄、お兄ちゃんを奪ったやつみたいな目線から、まあそこから一歩抜けてっていう目線だもんね。これ天兄の厳しい言葉に戸惑ったけど、今なら全部わかるよ。うん、まあ彼のその自己責任の力っていうのがプロ意識につながっていてね、まあそれが逆に心配になっちゃうところでもあるんだけど、仕事をきちんとするっていうことは自分を好きになる努力をするってことなんだ。うん、七瀬さん、自分を愛することにも誰かを愛することにも手には手を抜いたりしない。だからいや、なんかこの目線っていうのも、まあ一連の、まあこれとは別件なんだけれども、そうちゃんの、まあ自分のことを好きになれない人生だった、それが、まあアイドルになることによって、自分のことを好きになれる人生に変えていくっていうところも経て、だからこれがね、なんか刺さるところがあってっていう意味のあるストーリー展開になってる。みんな、テニーを好きにならずにいられないんだよ。こんばんは、トリガーです。そんな噂をされている九条天君、これが FSC ホールかな。キャー、みんなに会えて嬉しいよ。今夜は最後まで僕らと楽しんで。超満員って感じ。天君、天君、泣いたとこ見たい。ダメ、これは噂になっていたのかな。今夜は笑わせてよ。キャー、僕もみんなを笑顔にするから。みんなに会いたかった気持ちを込めて、シークレットナイト。お、シークレットナイト、キャー、すごい演出、すごい。トリガー、すべてのライトの色が、すべての闇がトリガーを見せてる。分析と愛情がなければできない演出です。コメントうまっ。この世の色彩と闇が全部トリガーのために存在してるようだ。いや、これは九条高政の精神も安定しているからこそパフォーマンス発揮できてるのかもしれないね。九条高政、ゼロの舞台演出家は伊達じゃないですね。ああ最高だったな。圧倒されちゃったね。ああ最高の気分だった。そうだね。いや、気持ちよく大成功なストーリーになってるね。久々にデビューしたての頃みたいだ。いや、ちょっと違うかな。あの頃はまだ二人とこんな風に話せなかった。ビジネスパートナーだって言ってたもんね。ガクが言ってたように、もう一度最初からトリガーを丁寧にやり直してるみたいだ。うん、タイムリープして人生の追体験みたいな。もったいなかったもんな、あの頃。ぎこちなかったし、変に距離があった。今はないみたいじゃない。俺の隣の部屋で寝てるやつがよく言うよ。うん、まあこの辺のやりとりも滑らかになったもんね。なあ、二人は怒るかもしれないけど言ってもいい？何その前置き。何？なんだよ。ブラフォアで勝った時よりも、ゼロアリーナのこけら落としの時よりも、今が理想のトリガーだ。お、言ってくれるね。まあこうやってね、まあ落ち目のように思うところかもしれないけど、まあ今また這い上がってっていうタイミングだしね、いろんな経験を経て、その経験値、まあ仕上がった形で言えば今の方が仕上がってるっていうことだよね。今ならどんな歌も歌える。どんなステップだって踏める。龍、俺とガクとテンでビバーレを超えて日本一になりたい。本気でそう思ってる。これにどこその怒らせる要素があるわけ。二人ともついてきてくれるか。は、え、音楽止まった。あ、何か不満が。え、ダメ。
今更かよっていう声じゃないの？今更何言ってるの？やっぱり僕はとっくに決意してた。本気になるのが遅いんだよ。最初から目指すところはそこだろうが。ちゃんと怒るポイントあったね。前置き回収しました。そうだよな。嬉しかったけどな、龍からがっついたセリフが聞けて。うん、まあ龍兄貴の課題としては優しすぎるっていうところあったからね。3人でゼロアリーナにたどり着こう。他の誰かとじゃ嫌だ。たとえリクでも。うん、ライバル。まあこの辺だろうね。リク君の思いっていうところ、顔に出ちゃうかもっていう話。同じ夢を見るのは君たちがいい。うん、まあお互い高め合う存在ではあるんだけれども、アイドルとしてはライバルっていうところね。あれ、ミスター下岡が SNS でなんか発言してる。俺たちの最推しミスター下岡、お騒がせのトリガーが FSC ホールでコンサートをしてるみたいだけど、また調子に乗らないか心配。あの子たち生意気だったからね。はあ？何これ、乗っ取られてんじゃないの？いやでもつくもプロダクションの操り人形っていうこと？そんなことないだろ。だいたいトリガーを押されるほど悪いことしてなくないか？やっぱりなんかあったんだよ。ひどい、ムカつく。ああ、ミスター下岡のこと悪く言わないで。いや本人としてはそんな思い抱えてなさそうだけどね。ミツ、ミスター下岡さんの発言見たか？これは大事件です。見た。でもあれなんかさ、トリガー叩きっぽく見えるけど、トリガーの味方を増やすきっかけ作っちゃってるよな。あ、なるほど。さすがミスター下岡を師匠と、まあ言ってはいないけど、まあ実際その MC の極意っていうところを、まあ指南受けただけはあるね。見えてるね。さすがだな。何が？下岡ちゃんのネットでの発言、わざとだよ。まあつくもの息がかかっているけれども、まあそこともうまく付き合いながら自分がヒール役になってっていうことね。この時期にあんな発言があったら、黙ってた人たちもそんなことないだろって声を上げやすくなる。しかもトリガーは京都で公演中だ。タイミングもバッチリ。いやイケメンだね。自分が汚れ役になってでもっていう。なるほどね。便乗してテレビには映らないトリガーの情報がネットで回っていく。うん、まあ実際そのトリガーのね、まあ消えゆく時っていうところで MC で救ってあげられなかったっていう思い、まあ抱えていたんだろうね。下岡ちゃんずっと気にしてくれてたんだろうな。いやそうだと思うよ。まあでも反省したところでっていうね、挽回の余地もなかなかなくってっていう。言わないだけでみんなそうだよ。トリガーはいい子たちで惚れ惚れするほどかっこよかった。この波に乗らない手はない。僕らもそろそろ仕掛けてみようよ。組織作りも大事だけど、俺らの意思表示も大事だもんね。時代を動かすためにはさ。うん、ずっと裏で動いてくれてたもんね。ライブの煽りみたいにね。やっちゃいますか。やっちゃおう。やっちゃえ日産。反撃開始。おお、ここでタイトル開始で、今回はここまで。いやー今回もいろいろあったね。大阪親子和解への一歩、そしてそれがトリガーの復活の兆しにつながる。でそれを後押しするようにリバーレ先輩の暗躍。ひとまず久しぶりに明るい話題ばかりの回になったんじゃないかな。7000万円の元手で開催した FSC ホールライブ、仮にこれが京セラドームあたりを想定するとマックスで5万人くらい入るはずだから、まあ、チケット代を1人1万円だとして売り上げは、まあ、ゼロが8つで5億円か。いやいつかそんな規模の会場で司会のお仕事をしてみたい気持ちも少しだけあるけど、あそうだ、それで言うと割と俺の中ではビッグオファーをいただいてね。まあ、このチャンネルから派生した話なので、いつの日か詳細を、まあ、ショート動画あたりで発表できたらと思っております。もちろん5億円規模ではありません。まあ、期待しすぎずお待ちいただきながら、引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況者としてやらせていただきます。
もしよかったら高評価とチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。いつもご覧くださっている方やコメントをくださっている方々もありがとうございました。また次回もお待ちしております。